自覚症状のない慢性腎臓病でも、沈黙の臓器腎臓にも出せる声がありました。 GFR 値、検査表に耳を傾けてください。安定さん入られます。どうぞ。じゃあこのカットごとにこのセリフを言うって感じ。いいよ。自覚症状のない慢性腎臓病。出せる声がありました。カット。それが GFR 値。検査表に耳を傾けてください。カット。カット。冷蔵庫入ってた。そうですよね。ちょっと私も記事を書いてます。はい、やはり宝塚時代から舞台を休演するということはやはりなるべく避けていきたいことなので、人一倍健康には気をつけていきました。実はこの CM のお仕事をさせていただくまで、この慢性腎臓病という病気があるということを私自身知らなくて、沈黙の臓器と言われる腎臓ですので、改めてよく考えてみないといけないなっていうふうな今思いになっています。そうですね、特に腎臓に気にするっていうことはなかったですね。なんかもっと他のところに気にして、ちょっと腎臓は私自身忘れがちなのかなっていうのは思います。健康診断や人間ドックは定期的に受けるようにはしています。で、その中でその検査表でやはりわからない言葉だったりとか、何を表してるんだろうかっていう数字もたくさんあるじゃないですか。その時にはやはり信頼するお医者様に質問などはしているんですけれども、気になるところはとにかくよくチェックはしています。この慢性腎臓病は新たな国民病と言われるほど、今たくさんの方がこの病気にかかっていらっしゃるということなんですけれども、人生100年時代と言われるこの昨今、みんながやはり元気で健康で人生を楽しんでいきたい、やはりそうなければいけないと思います。なので日頃からのチェック、そして信頼するお医者様にご相談するというところから私も始めていきたいですし、皆さんにもそのようにしていただけたら、日々楽しく明るい人生を送れるんじゃないかなと思っています。共に頑張りましょう。